水牛の角なんですけど、はいはい、この栗型か八角か黒炭の八角の3種類です。丸絵を選んでもらったらこの値段のそのまんまなんですけど、この八角を選んでもらったらプラスその値段から3100円、うん、でこっちの黒炭の方を選んでもらうとこの値段からプラス1万3000円アップします、すいません、もう一回ちょっとフグ引きの特徴を教えてもらっていいですか。この違いというか他のやつとのフグ引きの違い、柳との違い、薄いっていうことだけです。あ、そうですか。はい、薄いっていうことだけです。それだけです。まあ、鋼材も基本的には青髪か白髪ってことですよね。そうですね。あと本焼きかっていう、このちょっと曲がるのは薄いからです。薄いからってことですよね、はい、硬さは一緒なんですか、柳と打つの。一緒です。一緒ですけど薄い分のその伸縮性ですよね。そこの違いだけです。折れたりしないですね。へえ。それはやっぱりあの冷感鍛造って言って、あの鍛造した後も叩き締めてるんで、だから形状記憶のように曲げた曲がったまんま止まるんじゃなしにちゃんと戻ってきます。まあ、ただそのパフォーマンスで今曲げて見せてますけども、別に曲げて使う必要はないんで、まあそうですよね。まあそれだけ柔軟性があるよっていう部分のパフォーマンスで見せただけですけども、なんかどっちかに曲がったりとかっていうのもしないんですか、ね、経年変化であるかもしれませんけど、多分それはないと思います。へえ。あんまりほんまないっていう 100% 言い切れるものじゃないんですけど、はい、どうしてもあの鉄と鋼と引っ張り合ってる部分があるんで、はいはいはい、経年変化でちょっと反ってきたりとかあると思うんですけど、そんなにはないと思います。というのは時間寝かしてるんで、作ってから、うんうんうん、作ってすぐのもうお渡ししてるわけじゃないんで、うん、はい、形が一緒ならオーダーも受けてもらえるんですか。オーダーを受けるというか、何が欲しいか言っていただいたらありますから、在庫。あ、そうですか。はい。で、その A もありますから、じゃあこの A を付け替えましょうかっていうことは言えます。はい。フグ引きの本焼きってあるんですか。ありますよ。へえ。いくらでもあります。9万2000円、白で。一本白を持ってきましょうか。ありがとうございます。あんまり僕が作ったの見たら欲しくなっちゃいますよ。まあこんな。状態ですね。これキースの服引き、あのやっぱりフグは本焼きいいですよ。どこまでも薄くできるんで。あ、そうなんですね。そうじゃないですか。だって鋼だけで作ってるんで、僕の小手先で何ぼでも薄くできるじゃないですか。あ、そうか。鉄と鋼やったらある程度のこの鋼と鉄の分量的にここまでが限界かなっていうふうに叩きますけど、これはどこまでも薄くできるんで。逆に、ね、うん、逆にそのフグ引き持たれる方はうちに来られたよく、ほぼほぼ7割8割は翻訳買っていかれます、ね、あ、ですか。ええー、まあこれは間違いないですよ。いいですね、波紋が。正確に言うとそれで、そっちは安い方というか、うん、白髪の方なんで、はい、キュースなんで9万2000円の税、10万1200円ですね。でも本焼きにしては安いですよね。そうですね。これが青になっちゃうと13万2000円の税になるんですね。でも本焼きにしてはそんなに高くはないですよね。そんなにむちゃくちゃ高いわけじゃないですね。
他のとこだと20万ぐらいいきますよね。うん、結局ね、まあ、他のところって言っても先ほどちょっと言いにくかったんで言わなかったんですけど堺の、はい、和包丁の全国シェアの9割っていう言い方をしたんですね、はいはい、これほんまかなって思う話なんですけど、実はまあまあほんまの話なんですけど、はい、結局ねこの和包丁を作ってる産地はここなんですよ、堺なんです。だから東京に行けば有名な刃物屋さんってありますよね。京都で言うならば、はいはいはい、錦市場のところに有次さん、はいはいはい、で三条のところに一文字さん、東京に行けば、はいはい、木屋正本、杉本、金荘、根の日、釜浅、ユニオン、つばや、いっぱいありますよ。聞いたことありますね。うん、道具屋筋とか、はい、かっぱ橋のところにね。さあ有名な包丁屋さんであって鍛冶屋さんじゃないんですよ。あ、そうですよね。じゃあこの和包丁どうしてるかっていうと、堺で仕入れてその、有次やった有次、正本やった正本、木屋やった木屋の名前を杭を自分のところで入れて販売してるわけです。そうですよね。だから鍛冶屋で田中っていう人間が作ったとしても木屋に行けば木屋の名前になってるわけなんです。そうですよね。だからそういう部分なんですよ。だからよそのまあ、この翻訳作ってる人間ももう3人4人ぐらいしかいないんで、だからよそで見た翻訳誰が作ってるかって僕知ってるんで、だからちょっと言いにくいですよ、ね、あの包丁使われたら僕の方があって、まあそこまで言うとあれですけど、ちょっと一回あの仕事場見てみませんか、僕がどんなところで仕事してるか。いいですか、これいいですよ。あ、このまま置いといてもらっていいです。あの誰か入ってきたらピンポン鳴るようになってるんで大丈夫です。ちょっと映しちゃダメです。え、あ、いいです。あ、いいです、いいです。あとでもすいません、はい、ちらっと見に行きます。ありがとうございます。はい、どうぞ。あ、はい。おお、やば。もうちょっと言うと、はい。翻訳っていうのは日本刀の技術って言いましたけど、はいはい。僕刀鍛冶なんですよ。ああ。僕刀鍛冶であり包丁鍛冶なんですよ。あんまり似てないんですけど。で、この刀鍛冶っていうのはもう大阪では僕だけなんですね。へぇ、そうなんですね。これ免許制で国家資格があるんですよ。あ、そうなんですね。試験があるんで、これ誰も受からないんで、いないんですで、ここで日本刀を作って。それは初めて知りましたね。だから、刀鍛冶が作る翻訳ですから、これは、まあ自分で言うのもなんですけど、間違いないです。作り方知ってるんで。そうですよね。で、まあ、どちらかというと包丁を作る方が得意ですけど、ここで包丁を作ってます。で、先ほど言いましたように、基本のベースは、硬い鋼と柔らかい鉄を合わせて作るっていうのが、このベースですよね。で、本焼きは、この鋼だけで作っちゃうと。こんな感じ。すごい。で、ここ焼き入れですね。760度から800度になった状態で一気に水の中に入れて、急冷させると鋼がびっくりして硬くなると。で、これ、ふいごですよ。未だにこのふいごで吹いて、その温度に達した状態まで持っていく。ああ、見たことあります。で、ちょっと特別にあんまり見したくないとこまで。これが本屋です。おお。これ一尺三寸なんで39センチ。こういう土置きをするんです。向こうにもいっぱいありますけどね。今この作業をずっとやってるところです。もうこの土置きが命です。どういうふうに土を置くことにかっていう部分で、こう僕はのたれが好きなんで、こういうふうな。のたれの模様で今やってます。それも何種類かあるんですか。ありますね。何種類かっていうのもそれは人のセンスです。これは僕はこういうのが好きなんでこういうふうに作ってるだけなんですけど、こんなところでした。すごい、ありがとうございます、はい、創業今年で150年す。すごいですね。明治5年創業です。すごいですね。ちなみにここで去年あのルノーニケンシの撮影やりましたよ。あ、そうなんですね。はい、あのうち出てきますよ。あのファイナルとビギニングってありましたけど、ビギニングの方で。ビギニングこのあれ、この場面が出てきますよ。見たかな。あれ鍛冶屋のシーンがあったりして。最初の方で、最初の40分ぐらいの。もう一回見ます。僕もあの手たれとして出てるんで。へえ。こっちはちょっと長持ちするかなっていう。へえ。っていうところです。
きで一番売れてるというか、長さ的には何が人気なんですかね。27センチぐらいですか。トグンとかって自分で行きたいですよ。九寸尺ぐらいですね。九寸尺ぐらい。幅は変わんないんです。ほぼ変わらない。ああへえ。あのね、このお刺身の包丁を僕おすすめするときに、もしも九寸と尺で迷ってはるんでしたら、僕尺の方をおすすめしますね。というのは結局どこまで使うかあれですけど、ここで切っていくもんなんで、こう切っていくと先からどん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 研ぎ減っていくもんですよね。うん、そうすると。尺の方が九寸より長く使えます。そういう理屈で言うならば、うん、で長い方がやっぱりこう引いた時の感覚としてはもう先切っ先までいかなくてももう自然に切れてます、うんうんうん、対象物は、うんうん、こっから刃入れていくと。なので長い方がこの切る醍醐味って言うんですか、うん、 そうですね、それが一番発揮されるんで、もしもうん短いか長いかで悩むんでしたら長い方をおすすめしますね、うん。で本焼きで、はい、いくらぐらいですか。この尺10万8000円の税ですね。10万8000円の税、11万8800円がこの今出してきた白紙の値段です。で、うん、やっぱりズバッと切れる感覚ですね、白紙の方が。もちろん青紙の方が硬くて粘りがあってっていう部分は言うんですけど、 もし最初に使われるんでしたら僕白紙の方がいいかなと思いますね。まあ商売考えたらね、高い方買ってもらう方があれですけど。サビに関してはどうですか。ほぼ変わらないです、青も白も。人によってはクロームとタングステンが入ってるっていうことはちょっと錆びにくいですよね、青の方がって言われる方いらっしゃるんですけど、こんなの変わらないです、はい、やっぱり、はい、あの切った後は必ず乾いた布巾で拭き取るっていうことだけです。うもうプロなんで、もうその今までのやり方で十分。本焼きデラックスもあります。デラックス先ほどの青紙ですね。あおっとっとっと、どちらでもいいと思います。どちらも多分最高の切れ味だと思います。僕がよくね、白紙と青紙の違いを説明するときに、言葉で言うときに説明することは、はい、白はズバッと切れますよと、うん、青はあの滑るようにして切れますよっていう言い方をするんですね。なんとなく分かってもらえるかなと思うんですけど、僕今持ってるのは、はい、スウェーデン工の、うん、結局ね、スウェーデン工ね、またちゃちゃ入れちゃくなるんですあれもいろいろあってわかんないですよ。ステンレス系は、はい、どこまでいってもステンレス系なんですよ、切れ方としては。そうですね、昔は切れない代名詞みたいにあのスウェーデン工っていうかステンレス系のことを言われてたと思うんですけど、今は鋼材が良くなってよく切れるんですよ。よく切れるし、摩耗性も強いし、強いあのステンレスなんですけど、やっぱりね、僕から言わすとね、その数値化された以上のものがこの切れ方なんですよね。やっぱりこういう炭素系の切れ方っていうのは、この食材に対してこうなんていうんですかね、食い込み方が違うんですよ。この切れ方がやっぱりステンレス系の部分とは、だからやっぱり使ってもらうならばこういう炭素系の本当に純粋な鋼で作った包丁を使ってもらいたいですね、やっぱり僕作り手としては。いいんですけどね、そのスウェーデン工だとか、銀三だとか V 金10号だとか今流行ってますけど、全然悪くないしめちゃくちゃいいと思うんですけど、でもさっき言ったように数値化された以上のものをこう切った時の感覚がね、やっぱりこっちの切り方はもうえげつないほど食い込んで切れるんで、特にお刺身なんかはやばいっすよ、これで切ると。
そうですね、まあそこはね、まあ、うん、あの作る人間にもね、よってだいぶ雰囲気っていうのは変わってくるんでね、だからもう僕それ以上言うと人の悪口がもう言わないようにしてるんですけど、それはもう、それは僕を信じるかミスを信じるかという部分でしかね、測れない部分があるんで、まあ一度使ってもらうと嬉しいですけど、僕はそう、まあそこはよく吟味されて、うん、やっぱり物の原理として薄ければ切りやすいというか、うん、だからカミソリそうですよね、カミソリなんかこんなんすぐ切れちゃうじゃないですか、だけど耐久性の問題なんですよ、あ、そうですね、これまな板、こうやって空中でやって切るもんじゃないで、まな板に当てて切るもんじゃないですか、うん、そしたらまな板に当たった時点で摩耗していきますよね、うん、だからどういうふうに切れるかっていう部分と硬さの問題と研ぎやすさの問題といろいろ考えて作る必要があるんですよね、硬くてよく切れればいいわっていう問題でもないし、うん、なかなか難しいんですよね、この折り合いっていうのが。でよく切れるけどすぐにあの研ぎ編んでしまう、すぐに砥石で研がないといけないってなってもまたまずいじゃないですか、うん、だからそのバランス感覚の部分なんですよね、その翻訳機買ったとしたらおすすめの砥石みたいなのもあります？砥石は普通の砥石でいいと思います、ただ、細かい砥石5000番ぐらいから使った方がいいですね、よっぽどかけたりなんだかんだっていうんでしたら話は別ですけども、はい、5000番あるいは8000番ぐらいでもいいと思います、もうそこら辺から、あのこの辺もうベタ研ぎでですか、ベタ研ぎというかあの和包丁の研ぎ方です、当然ながら 9.5 対 0.5 ですよ、こっち研いじゃダメですよ絶対、はいはいはい、こっちから刃つけて、あの返りが出たらこっちで裏押し、裏研ぎとは言いますし、はい、裏押しして返りを取るだけです、でこっちの表側の研ぎもしのぎ地に当てた状態か、ちょっと浮かした状態で研ぎ始めると刃先だけが当たるんで、ベタで当てない方がいいですね。あ、そうですか、はい、ベタで当てるとね、どうしてもしのぎが削れてくるんですよ、こう、うんうんうん、だからそのそういう部分が自信があるんでしたら、うん、そういうような研ぎで大丈夫だと思います、もう研ぎはあんまり僕言いません、その人の個性なんで、うん、ただ形だけは崩したらダメですよとは言いますけどね、うん、これが一番切れる形なんで、ね、あとアフターフォロー的なものってあります？例えば、はい、かけさしちゃった時に、かけさしたらね、もううちに郵送で送ってください、レターパックでしたら360円で送っていただけます、で、あの電話でもいいんで、こういう状態になりましたって言いましたら、はい、な多分あの砥石では直せないと思うんで、かけた場合はですよ、でも、うん、もらえ、あ、します。でもやっぱお金かかってきますよ、それも。欠かさないようにしてください。でもそうですけど、まあ、もしやっちゃった時に、ね。やっちゃった時は、はい。もううちに持ってきてもらった方がいいと思います。あ、そうですか。郵送で。はい、うん。絶対そっちの方がいいです。自分では多分直せないと思います。さすがにそうですね。硬くてそこまで研げないですよ。そうですよね。フグ引き買う人で、はい、まあ、青白はもうその人の好みですか？そうですね、そうですね、みんな白が多いとかそういうことはないですか？うん、そうですね、あの青の白とは先ほども言いましたけど、例えば、うん、分かりやすい例で言うならば、加工センターみたいなところで働いてる人がいるとするんですよね、はいはい、お寿司屋さんに行ったら1日そんな何匹かぐらいしかさばかないじゃないですか、うん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 、加工センターやったら1日何百匹、あ、そうです、確実に青の方がいいです、あ、それでした、そういうことです、うん、やっぱり摩耗性に強いんで研ぐ回数減ってくるんでね、うんうん、どうしてもこっちの青の方、ただお寿司屋さんの部分ってやっぱり切れ味の部分だとか、切れ味は両方ともいいんですけど、うんうん、そんなにさばかないですよ、1日何十匹もさばかないと思うんで、そういったらもう一撃必殺のズバッと切れる感覚の白の方がいいんじゃないかなっていう言い方は僕はします。ただこの白と青とのね、切れ方の違いはね、はい、両方を持ってはって毎日使ってる料理人じゃない限り、この微妙な差わからないです。だから僕も人捨てに聞いたことを伝えてるだけで、僕自身が作ってますけども、
申し訳ないですけど僕自身が切ってるわけじゃないんで、そこの微妙な感覚っていうのは僕の経験値では語れないんですよ。僕経験してないんで。じゃあ私スーパーは持ってて使ってるんで、はいはい、わかるんですけど。ああそうですか。よく切れるんじゃないですか。青髪めちゃめちゃ切れますね。もうちょっと気持ち悪いぐらい切れますね。ぬるっという言い方があれなのかどうかわかんないけど、滑らかに切れるというか滑るように切れるというか。そうでしょう。あの白はね、じゃあズバッと切れます。食い込み方がえげつないですよ、多分。もう歯少し当てた時点で食い込みますから、こう吸い付くように。そういう感覚が白髪なんです。だから刀の材料に使う玉鋼っていう、さっき見てもらったかもしれませんけど、武藤さんに置いてましたけども、はい、あの玉鋼の成分に一番近い成分で、まず最初に日立金属安木鋼が使い、はいはい、作り出したのがこの白髪なんです、はい、でそこに飽き足らず社運をかけてクロームとタングステンを混ぜて合金にして、なおかつ摩耗性を強くしたのが青髪なんですよ。だから両方とも優れた鋼なんですけど、まずは白髪が原点なんですよ。これあれですか、はい、白髪2号ですか、はい、1号、これ3号です。3号、うちは、はい、1号2号はやってないとか。2号はやらないです。うん、本焼きにした時にね、あんまり良くないと思う。僕は3号の方が一番そのポテンシャルを発揮できるのが3号だと思います。多分世の中には白髪の1号があって2号があって3号使ってんのと思われるかもしれないですけど、これはね、焼き入れと焼き戻しをどこまでこう鍛冶屋がやることによってっていう部分のポテンシャルの引き出し方が多分これはいいんで、まあこれはいいんでっていう、まあ僕が作ってるんですけど、多分お客さんにとって一番使いやすいのはこの白髪の3号で、僕が作るのが一番使いやすいと思います。研ぎやすいですし、刃持ちもいいですし、何より切れます。これはだ、先ほど言った数値化された部分の異常のものが多分出てると思うん で、まあよく素人の方は言われるんですけどね、そういう部分は、白髪の1号で欲しいんですけど。これフグ引きってもう、はい、この形がこの形しかないです。しかないですよね、はい、切り付けとかはやってないですね。ないですね。もう切り付けになるとフグ引きじゃありませんしね。ああ切り付けの本焼きはありますよ。あ切り付けの本焼きはありますけど、そんなに薄くない。フグ引きという形で言うならばもうこの形です。これです。はい、これ以外の形はないです。うん、もしも形が変わるともうフグ引きじゃなくなってしまう。値段だけ最後教えてもらっていいですか。はい、例えばこれで黒炭で、はいはい、白髪で、はい、一尺で、この口金っていうんですか、これ。あ、これは全部あの水牛の角です。水牛の角、尺で、白で、118,800円と黒炭が13,000円プラスアルファですね。そうですね。サヤとかもやってるんですか。サヤはね、フグの尺でしたら3,200円ですか。そんなものです。これはもう頬のサヤしかないんですけど、こんな感じ。そうです、そうです、その木の頬のサヤ3,200円。例えば欲しいですって言って、あの値段とかはうちのホームページ見てもらうと包丁の目録っていうのがあるんで、はいはい、あのこのフグで探していただいても何でも出てきますので、うちのホームページ見ていただくとこの全部ほぼほぼ網羅してます。で、税込みの値段で出してるんで、はい、一応そこ参考にしてみてください、値段の部分で。じゃあ頼むときはホームページからでも行ける。ね、もう直接電話してもらったらいいです。もう村さんで僕覚えました、ね、はい、ありがとうございます。はい、もう直接、そのもうめんどくさいでしょ、あのパソコンで手数料も取られますし、もしあの注文来ましたら、あの送料とかもサービスできると思うんです。お値段引けるかもしれないと思ってるんで、もし欲しくなったら
はい、電話して電話してください。でお金振り込んでって形で。そうですね。で一応なんかあの波紋の状況を見たいとかって言われるんでしたら、あの事前に取っていろいろ並べてその中から選んでもらうっていうこともできますし、大体同じような波紋かもしれませんけど、でもっと波紋を浮き出させるんであれば鏡面っていうこともできますしね、はいはいはい、これもまあちょっとお金片面だけやるんでしたら1万ちょっとぐらいかかってくるんですけど、1万ちょっと本焼きの鏡面片面でしたね12,700円、両鏡面で25,400円。まあこれもあの伝えてもらったらまた言いますし、はい、綺麗な波紋も浮かび上がりますし、鏡面にするとやっぱり錆びにくくなりますしね。ああそうです、ね、当然。ちょっと他にも堺の、はい、見てみてください。ハマって、はい、ふぐ引きが欲しくなったら多分頼みますけど、ええ、もうふぐ引きはうちに任せてください。うちが元祖なんで。他でも、まあ、作ってるとこはあるんですよね。作ってるところはあると思いますけど、そのメーカーさんはまたどっかに行ってますよ。はい、すいません、お忙しいのか、はい、ありがとうございます。いえいえ、すごい勉強になりました。いえいえ。